キユナツグセイ、キユナツグタだ、沖縄県と台湾の政治活動家、アメリカ合衆国出身、東名は、サヤキら、沖縄の日本復帰に反対し、琉球の独立、あるいは、中華民国への編入を主張した。戦前、中華民国軍のスパイ機関、琉球青年同士会を結成し、戦後は、中国国民党、中華民国政府の意を受けて、 沖縄を中国に吸収することを目的に結成された工作機関、琉球革命同士会の中心人物として活動し、台湾省琉球人民協会、琉球反共連盟、琉球国民党の幹部を務めたが、1967年の台湾省商会連合会事務所襲撃事件をきっかけに失脚した。琉球革命同士会では幾度にわたり、 中華民国宛てに書面が送付されている。そこでは、イニシエより、琉球が中国の属地である。36世と言い,い、光栄が琉球全土に広がった。文化、風俗、習慣の多くは、小と同じである。我らは中華民族であり、琉球同胞の解放を援助すべきであるなど、中国とのつながりが強調されている。 アメリカ合衆国ハワイ州のホノルル市で生まれた。琉球王国久米村の久米36世の再建の子孫である。妻子の祖先は中国福建省泉州府の南安県。幼少期から父親に伴われて東南アジアやサイパン島等で生活した。その後、琉球水産学校製造科、ハワイホノルルキリスト学校を卒業。 キユナツグタから琉球独立運動の影響を受けた主要な人物としては、大浜孫佐咲真敏勝、ヌスクタケヒコ、荒垣久太郎、大君と智則、り、ヒカらがいる。ありがとうございます。